ヒメアマツバメは、長江アマツバメ、クアマツバメカアマツバメ属に分類される鳥類。インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、大王国、大韓民国、中華人民共和国、台湾、日本、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、ブルネー、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス主に、ネパール東部から、中華人民共和国南部。 東南アジアフィリピンスンダレ島にかけての地域で繁殖する。日本には関東地方以南で局地的に流暢として周年を生息する。台湾では多く繁殖するが、以前は1929年に大東諸島において最終例が認められたのみであり、日本には生息しない種とされていたが、1960年代に鹿児島県や神奈川県で観察されるようになり、 1967年6月に静岡市で繁殖が確認された。韓国では、チェジュ島において1羽の最終記録があるが、繁殖は未確認。全長 13cm。翼海長 28cm。体重20から 35g。全身は黒か四色の羽毛で覆われる。喉と腰は白い羽毛で覆われる。死有導色。 お葉には浅い切れ込みが入り、広げると洗浄。くちばしは黒くて、目は褐色、足は黒色。以前は、イやフィネスがヒメアマツバメとされていたが、独立種となった。種イやフィネスの和名は、西ヒメアマツバメになる。以下の亜種の分類、分布は、IOC ワールドバードリストに従う。市街地や農耕地などに生息し、日中はほとんど飛び回っている。 食生は動物食で飛んでいる昆虫を食べる。岩ツバメやコシアカツバメの古巣や民家の軒下や橋桁などに枯れ草や羽毛などを唾液で固めたおわ状の巣を作り、巣の入り口には羽毛を付着させる。日本では5の8月に1回に2から3個の卵を産む。地域によっては年に2回繁殖することもある。本州中部においては4月下旬12。 脱初順にかけて2から3回繁殖する。私有交代で放卵し、放卵期間は18から26日。ヒナは孵化してから33から49日で育つ。ありがとうございます。